夕方でも騒ぐと蛇が来るっていうのよ。はーい。ねえおばあちゃん、あのお話また聞かせて。またなの？仕方ないわね。じゃあ特別にまた聞かせてあげる。遠い海の向こうから来たお前のおじいちゃまのお話。やったー。縁側でコーヒーを飲みながらがいいわね。さあ行きましょう。ハイリヒにも力を貸してもらいたい。ハイリヒです。ハイリヒ申し。
シーボルト。ああ、シーボルトさんとこの。あなたの名は？花。花？違います。花。お花の花が私の名前です。素敵。このデカステ、娘何してる？あなたじゃないぞ。
噂を聞きつけて岩倉朋美切断ご一行も大変喜ばれ、安心して帰国の途に着かれた。おめでとうございます。さらにオリエントミュージアムとライプチヒ民族学博物館が展示物を一部購入したいと言っている。はい、おー、万歳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 。フランツヨーゼフ皇帝から十字章賜われたじゃないか。すごいぞ。これはこれが日本の魅力、当たり前です。ほら、調子乗るんじゃない、恐縮です。では、あ、お兄さん、子供扱いやめてよ。あいだ、信じられない。八百万の神々。
供に飽きて土いじりですか。いいご身分ですな。餅は餅や。皆さん、ちょっといいですか。はじめまして皆さん、私は帝国大学教授モーストモース。ハハ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 
それだけだ。乗り越えられなければそれまでのことだ。さあ立ち上がれ夢抱きし者よ、一人じゃ無理と諦めないで、見てごらん、この黄金の
が目の前に